こうしてる間にも歩みが心配だ。もう一度やってみるか。まあこんなもんだろう。あり合わせにしちゃ立派なもんだ。これであの船まで行くんですか？何のために作ったと思ってるんだよ。俺は行くぜ。歩みを助けなきゃ。僕だって行きますよ。そうだな。ここに残ってあの2人組に見つかってもまずいしな。歩みの居場所はどっちだろう。この部屋だ。歩みはこの中だな。コナン君、早く歩みちゃんを助け出して。待て。他にも誰かいるらしいぞ。ひとまず向かいの部屋に隠れよう。どうすんです？ここからまずは向こうの部屋の様子をつかまないとな。出したか。お前には見覚えがあるはずだな。だから知らないってば。コナン君。やれやれ。どうも様子がおかしいな。図形を見せた途端に反応があるはずじゃなかったのか。本当にこの子供なんだろうな。あの島は無人島だぞ。この子以外にいるわけないだろう。そうだな。しょうがねえ。ひとまずボスに相談してくるか。おとなしくしてるんだぞ。いいな。奴ら何をやってたんだ。歩みに何か見せようとしてたみたいだけど。
それにこの大型クルーザー、明らかに例のデコボコ2人組とは別の組織だ。話の内容からして連中もこの子供を狙ってるようだな。ところが間違えて歩みを連れ去った。一体この子供にはどんな秘密が隠されているんだ。奴らは一体何者だ。ようコナン、どうなったんだよ。ああ、どうやら歩み一人になったらしい。今のうちに助け出すか。また誰か入ってきたぞ。静かに、ここから助け出してあげる。誰だ。おばちゃん、一体誰。おばって。お姉さんは刑事よ。あなたを助けるために来たの。刑事だって。名前はエイコ、警視庁特務課の所属よ。あなたは宮沢さんね。ううん、あたし、吉田歩美。なんですって、吉田。宮沢なんて知らないわ。本当に。それより、コナン君たちが助けに来ると思うの。だから、それを待って。誰ですって。俺たちならもう来てるぜ。え、どこ、コナン君。 BD バッジだよ。さっきから隣の部屋で話を聞いてる。あなた。あ、桟橋で会った女の人だ。なんだよ、知り合いか。いや、知り合いってわけじゃ。あなたたち、どうしてこんなとこへ。詳しい話は後で。今はこのクルーザーから脱出するのが先決だから。わかったわ。ついてきて、連中のモーターボートを失敬しましょう。このボートが良さそうね。じゃあ、友綱をほどこう。僕はこっちを。面倒だわ。ちょっとどいてね。みんな、早く乗って。奴らが来るわよ。うわ、だ。今乗ります。大丈夫？ほら、手貸してあげる。あ、ありがとう。何してるの？君も早く。うん。なるほどね。それは災難だったわね。
それじゃあそこにいる子が宮沢くんというわけね。僕らにはわかんない。この子自分の名前も覚えてないんだから。ねえ刑事さん、あの黒覆面の一味は何なの？それとこの子を追ってたデコボコ二人組は？そうね、本当は極秘事項なんだけど、あなたたちに隠しとくわけにもいかないわね。話せば長くなるんだけど。もう50年近く前になるわ。当時世間を騒がせていた事件があったの。また随分古い話だな。資産家や政治家の隠し財産ばかりを狙う怪盗が出没して犯行を重ねていたのよ。まあ狙われたのは悪徳政治家やなんかの悪ばかりだったから、マスコミじゃ正義の味方扱いだったけどね。貴族ってやつ？難しい言葉知ってるわね。その通りよ。その回答は古い忍者が使ったような手口で犯行を重ねたの。現代版石川五右衛門ってとこかしらね。結局その正体は謎に包まれ、盗まれた金銀財宝も行方知れずのまま迷宮入り。ところが最近になってその回答に関する手がかりが見つかったのよ。その手がかりによると、どうも九段の回答すでにこの世を去っていたらしいのね。それじゃあ財宝の行方もそれっきり。ところがどっこい、回答には孫がいてね、すべての鍵はその孫に託されていたという事実が分かったのよ。まさかその孫って。そう、それがこの宮沢くんというわけ。ちょっと難しい話になるけど、サブリミナルっていうものがあってね。サブリミナル、深層記憶。へえ、驚いた。そんなことまで知ってるとはね。つまり本人にも自覚できない記憶領域ってものが人間の脳には隠されてるので、九段の回答はこの子の深層記憶に宝の在りかを刻み込んで封印したわけよ。どうやったのかはわからないけど、多分催眠術を駆使したんだと思うわ。昔の忍法にも催眠術みたいな技があるらしいの。怪盗もそれを使ったに違いないわ。この子の記憶がひどく不安定なのはその影響なんだね。おそらくね。実はこの情報を真っ先に嗅ぎつけたのは真剣なクソ泥たちでね。九段の回答に憧れて盗賊を始めたものの、失敗ばかり重ねているデコボコ二人組。ああ、あの二人か。取るに足らない奴らだけど、いち早くこの子をさらって財宝の在りかを探り出そうとしたのよ。でも結局彼らには謎は解けなかったらしいわ。身の程を知らない連中だわね。で、一計を案じた彼らは国際的犯罪組織フォックスとの取引を企んだの。このフォックスは本当に世界を股にかけた犯罪グループよ。世界中の警察が彼らを追っかけているわ。それでお姉さんの出動になったわけだね。ご明察。彼らの動きをチェックしていたら、今回の取引の情報をキャッチしたの。その取引がこの金塊であることを突き止めて調査に来たわけ。君に出会ったのはその途中だったのよ。なるほど。